私は、労働審議会議員の越川孝美でございます。お正月もですね、もう今年は1週間経っております。本年皆さん、いかがでしょうか。どんな年にしていくか。非常に希望に燃えたですね、思いで、仕事始めを迎えられたんではないかな、というふうに思います。常にね、前向きということで、諦めない。その思いさえあればですね、私たちのこの地域が、明るい、そして、成長に向けてのですね、布石を打っていけるというふうに思っています。ただ、現実を見ながらですね、やっていかないと、いけないということだけは、胸に、しっかりと、思ってですね、本年度2020年を、計画していきたいというふうに思います。昨日、ある市内の先輩からですね、叱咤激励を受けます。越川君、いや、君はね、もうなんかね、やんなきゃいけないと、事業、議員の仕事だけではね、やはり町変わらない、というようなことで、激励を受けた、わけなんです。で、その時にですね、こういうニュースが入ったよ、ということで、魚津市のふるさと納税。このふるさと納税が1億円達成したというふうに、先輩、東京から、東京の方で就職されて、今、この魚津にも、定期的に戻って来られて、自らですね、この民泊の事業をやっていらっしゃる方です。元銀行マンですね。都市銀行の銀行マンの方です。その方が、魚津のふるさと納税は、いや、1億円やったじゃない、ということで、私ちょっと耳を疑ったんですが、というのは、2019年度のですね、魚津市のふるさと納税というのは、予算が2000万円でございました。これでもですね、だいぶ頑張っているところなんです。というのは、その前はですね、600万円でした。なんとかなんとか頑張って、2000万円に持ってきたというところですが、全国を見るとですね、本当に富山県、ふるさと納税額が少ないんです。私、そこで、根室の先進地に行ってまいりました。根室はなんと、30億超えのふるさと納税を、集めている自治体でございます。じゃあ、なぜ根室が違うのか。もちろん、根室港、これは全国でも水揚げ量が上位の大変有名な港町でございます。確かにその点では、根室は優位性持ってるかもしれない。しかしですね、そのやり方を学ぶということが大切です。じゃあ、どうやって根室はふるさと納税を30億も達成してきたのか。そこにはですね、きめの細かいふるさと納税への働きかけというものがあるんです。まず第一に、ふるさと納税の納税していただいたお金を基金に積み立てていくという計画的な運用の仕方を根室市は行っています。そうすることによって、この
根室に対する支援やふるさと根室、あるいはまたふるさとじゃない方もですね、根室市頑張ってるな、ふるさと納税をしてあげたいな、そういうふうに思わせるですね、仕組みを作っているんですね。で、納税いただいたふるさと納税額をどう使っていくか、そういうことをふるさと納税をしていただいた方々にちゃんとフィードバックをしているんです。一方で、私どもこの魚津市まだまだその域に達していません。ですから私越川は昨年度の議会、村椿市長さんにですね、ふるさと納税もっともっとまだまだできますよというようなことでお願いをしておったわけです。そうしますと、まあ先輩の言うことにはですね、まあ1億円達成したんじゃなくて、実はその予算を2019年度は2000万円だったものをですね、ふるさと納税1億円を目指そうという新年度予算を組みましたという、報道のニュースがあったということなんです。ですからまだまだこれからやるということですが、その経過が非常にいいというふうに思っています。ですから私は根室に行ってきて、根室のやり方をですね、こういうふうにやってるよ。魚津市議会で、村椿市長さんにですね、提案をしたわけです。そして市長もそれに応えてくれた。予算額を2000万円から1億円に新年度は引き上げて、ふるさと納税を増やしていこう。まあそういう機運が予算とともにですね、高まってきたということでございます。そして根室はその他にどういう工夫をしているか。それは主にですね、ふるさと納税していただける方々、東京の方々が非常に多いんです。東京で根室のふるさと納税の産品を、その東京の納税していただいた方々にですね、ホテルを貸し切って、引き続き根室にふるさと納税をしてください。まあそういう懇親会を行っているんです。やはりそういうことをやっていただくとですね、ああまた根室にふるさと納税をしようというふうに思いますよね。このような工夫をしていく、そしてどんどん新しい基金を設立していって、ふるさと納税の夢を膨らませていく、そういうやり方を根室市は行っているんです。私ども魚津市もまだまだできるはずです。で、そのためにはそういう先進事例、うまくやっている事例をしっかりと学んで、それを実践する。それと同時にですね、ふるさと納税の返礼品というものは、納税額が高くなってくれば、その裾野が広がってくるわけです。そうなると、私たちの地域の産業が発達する。加工業、主に加工業だと思います。残念ながら魚津市、実は加工業があまり数が多くありません。まあこれを機会にですね、新しいこの加工業に挑戦される、そういう企業が増えてくれば、これは地元の活性化につながってまいります。そして、まあ何と言っても、
例えば予算1億円であれば、返礼品は大体、まあ半分ぐらい、経費含めて5000万円ぐらい。そして、純粋な納税額は5000万円。いや、大きいですよ。5000万円でも。今、魚津市にとっては、このふるさと納税を今後もですね、強力にアピールをしていくことによって、私たちの地域の産業と、そしてまた財政の状況を改善していく、一つのですね、ツールとして、大いに活用していく。そしてそのことを私たち市民も一緒になって応援していく。そういう魚津市にしてまいりましょう。2020年ふるさと納税魚津市元年ということで、みんなで頑張ってまいりましょう。魚津市議会議員越川貴文の2020年街頭演説を、今日はふるさと納税を推進しようということで、市民の皆様にお願いを申し上げ、今日の街頭演説させていただきたいと思います。昨日はですね、富山駅北口と南口で街頭演説を行ってまいりました。昨年度参議院議員出馬をされた西尾正恵さんと一緒にですね、新しい風をこの富山県に作っていこう、そういうコンビネーション街頭演説を富山市富山駅北口南口で行ってまいりました。たくさんの人たちが私たちの街頭演説を聞いていただきました。やはりさすがに県と富山市ですね、電車でこの通われることもたくさんいらっしゃいます。地域を選ばず、新しいこの政治を行っていくために、2020年度も私越川貴文は全力を尽くしてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。